前回までのあらすじ、オスカルがフェルゼンやアンドレと気まずくなる。衛兵隊所属になるも部下が言うこと聞いてくれない。それじゃあ30話から行くぜ。開幕楽しそうに笑うオスカル社長。男らしく生きていこうと決心した矢先、ジェローデルからの求婚。男として育てた張本人の親父も縁談に乗り気とそやないぜ。性別と生きていく道が迷子の社長が、己の感情にも迷子になり、へそで茶を沸かすところから30話は始まる。正気に戻ったのか親父。ある日、おっさんと世間話をするおっさん。相手はオスカルの上司でもある陸軍の武衛将軍。衛兵隊のオスカルへの拒絶が激しく、荷が重いのではとちくりと非難。軍人として娘は潮時だと話す親父。縁談を進めていることも伝え、遠回しに軍人卒業をほのめかす。衛兵隊でのトラブルを利用するのね。その衛兵隊は治安最悪のパリを特別警戒中。今日も街道で水道長官襲撃のテロが発生。率先してテロってるのはロベピエモン家製のサンジュスト。過激派の革命家だったわね。これにはボスもおかん無理。過激な手段はやめたまえと説教するも。反省してマーストーマの耳に念仏。革命家も一枚岩ではないのね。冗談半分で元黒い騎士もテロに誘い、立ち去るテロ小僧に対し、私は気になる、彼のあの氷のような狂気がと、すでに人を殺している相手に対し、統治法を駆使した割に、普通の感想を口にする弁論のスペシャリスト。ドーベルマンを話し飼いにするな。一方、衛兵隊兵舎、部下を切るなどの恐怖政治を用い、仕事にも慣れてきた隊長、襲撃事件の調査も合わせ、今日もパリの巡回に向かう。そこに颯爽と職場に遊びに来る求婚者。今晩空いてると尋ねるも、仕事があるから無理ですと一蹴しづらかる。パリは治安が悪いから十分気をつけて、私のオスカル・フランソワと、テロリストの発音も巻き舌になり、元上司をタメ口で見送り余裕すら伺える。親父という外堀を埋めた満身。巡回中、衛兵隊の連中から狙われてるぜと警告されるアンドレ。うほ、オスカルの従僕であることはバレバレらしく、一人の時は気をつけろと、当たり前のようにいじめが存在する職場。町より先に守る治安があるのでは？そして今夜もオペラ座でテロが発生。その知らせを受け、急行しようとするオスカル。しかし、行きたきゃ一人で行けと、前回の恨みを命令拒否で倍返し、他の隊員も同調し、警察に任せりゃいいと統率を欠く衛兵隊。貴族がテロにあっても知るかよって感じかしら。手を焼く生徒で学級は崩壊、ストレスで先生は顔面崩壊と胃が痛い。軍隊が命令拒否してただで済むのか？ジャルジェ家に朝帰りするオスカル。この絵とは違う環境と隊員たちとの不安に、心身ともに疲れ果て、マナ娘のその姿にさすがの親父も寂しい表情を浮かべる。男として育てたところから始まっているものね。書斎に招かれ久しぶりに会話する親子。縁談は断れと生きり立つオスカルに対し、慌てて衛兵隊に話をそらす親父。苦労しているようだなとねぎらうも、上品なこの絵なんかよりやりがいがあると強がる娘。部下の折檻したりと楽しくやってます。その言葉に親父は涙。女としての幸せを考え自然に育てるべきであった。わしの一生の失敗だと、この男しかしないであろう失敗を今さら食える。世界一レアであれな子育て。しかし、オスカルはそれを否定。女として恋もしたし、これからは男らしく強く生きていけると。一粒で二度美味しいアーモンドグリコな人生に、決して後悔などしていないと親父を慰める。だが相手は実の父親。女として傷ついたならば、その分女として幸せになってほしい。自分をごまかしてはならないと、心に深い傷を負っている我が子の幸せを切に願う。責任感じちゃってるのね。ついでに気に入らないなら他の候補も探すと、ひっそりとジェローデルが婿レースから交代。あらま、一方、アンドレ、下着を届けに来たバーヤから、縁談の件を知らされハートブレイク。ショックでふて寝しようと兵舎に戻るが、待ち構えていたバラ族に囲まれていそうの危機。貴族の従僕だ、隊長が送り込んだスパイだの。因縁をつけ始まる職場の集団リンチ。だが、アンドレも危機としてその喧嘩を買い、ヤジ馬も集まり兵舎は戦場と化す。縁談の件でむしゃくしゃしてるのね。
奮闘するも多勢に無勢、羽交い締めからの16問キックなどくらいノックアウト、悠々と勝利の花道を引き上げる卑劣なゴレンジャー。しかし、お立ち台でアランに凄まれ、ヒラー誤りの珍ヒーローインタビューで赤っ端。喧嘩するならリーダーを通せってやつね。飲み友達を心配し近寄ると、結婚なんてやめてくれと、涙を流すアンドレに事情を察したアラン。こいつはあんたに命がけだと、駆けつけたオスカルに解放を任せ、あとは若い二人にと席を外すお見合いムーブ。命がけだと見抜く慧眼の持ち主。夕暮れ。で待ちする熱狂的ファンと化した求婚者、縁談を切り出した経緯を話し、長年のオスカルへの思いを伝える。最近人間関係でいろいろありすぎ、返す言葉が浮かばず悩めるオスカル。その横で、風が胸を吹き抜けていくと、一人ポエムで切なさを歌い、どこか楽しげな水を得たワカメ。もし、自分が貴族ではなかったら、従僕になってあなたのそばにいたいとロマンス神の句を歌うが、我々は、従僕のこと言うなかれ、と上の句に上の句で返すルール違反。面くらい、ジェジェジェのジェローデルとなったその一瞬の隙を利用しオスカルは逃亡。アンドレの苦しみを軽んじられたように聞こえたのかしら。ジャルジェ家、出席者全員花婿候補の、ハイパー婚活パーティーの開催が電撃決定。スポンサーは武衛将軍で、必ず出席せいやと親父も強行策に出始める。女性としての人生にどうしても戻したいのね。後日、多分承知したと思うと弱気な報告をする親父。そこにテロリスト特有の潜み方をする男が一人、静かな湖畔の横を猛ダッシュ。そこからジャンプで張り付く、東京フレンドパークでよく見た動き。標的の武衛将軍に狙いを定め、至近距離から鉛玉のダーツを射出。鮮やかな襲撃を披露し、これはパジェロ間違いなし。と思いきや撃たれたのはなぜか親父で、狙いが外れ悲しみのたわし確定。標的の顔くらい確認しておけ。血相を変え駆けつけるオスカル。奇跡的に心臓は外れたらしく、親父の無事に安堵し涙。ほんとよかったわね。死にかけちゃいましたと、靴が脱げたマラソン選手のように笑う親父。必ず捕まえると鼻息荒いオスカルに、そんなことより花嫁衣装を着てほしいと。靴が脱げてもリタイアしてはいかんと、幸せを求めるレースの続行を願う親心。ハイパー婚活パーティーの開催はもう明日、オスカルの友を頼むぞと、突然アンドレの心を襲撃するテロ親父。アンドレには酷な役回りね。翌日の日暮れ、時間だぞと迎えに来るアンドレ。友はいらんと切れ出し、迎えを押しのけ花嫁は怒りの体質。しかし去り際にそう簡単に嫁にはいかんと、部下の心をおもんばかる隙のないマネジメント。社長はプライスレス。パーティー会場、花婿立候補が大量に集まり、満足げに談笑するのんきなスポンサー。テロが潜んでいたらまずいのでは？ジェローデルもちゃっかり出席し、僕の方が先に好きになったのにと不満顔。そこに主役が軍服で登場。めちゃくちゃ不機嫌そう。これには参加者全員の胸にも風が吹き抜けていく。舞踏会なのに女性が一人もいないじゃんと、爆笑するパーティークラッシャー。隊長らしいと、乾いた笑いで心が干上がるジェローデル。感想はカメ、場違いのようですねと、結婚の意思がないことを示したチサルオスカル。その後、報告を受け親父は意気消沈。自分が間違っていることもあると、オスカルを咎める気などもはやない。だが、幸せを求める気持ちだけは失わないでほしいと。軍人ではなく一人の父親として涙するところで30話は終わりだぜ。お父さんは心配性。続けて31話行くぜ。開幕パン屋や金貸しが襲われたりと荒れるパリの街。相次ぐ重税で民衆の暮らしは悪化の一途。テロリストも便乗したりと治安は最悪。激務を求めたオスカルが、衛兵隊に入隊して早1ヶ月。あまりの忙しさに、目から光が失われるところから31話は始まる。24時間戦えますか？朝日に照らされるケツアゴ兄貴。そこにやってくる謎の激マブ。着替えを受け取り、お給金を手渡したりとただならぬ関係。女に飢える若い衆は彼女の来訪に大騒ぎ。すごい顔してるわね。どうやら今日は面会日。彼女はアランの妹のディアンヌ。むさ苦しい荒野に咲く一輪のライラック。
あのごつい兄貴によくもまああんな可愛い妹がいるもんじゃいと、故郷の関西弁が飛び出し、遠い異国の地にで稼ぎ中のドルオタ兵、鼻毛を抜きながらデートの申し込みを考えたりと、オンオフ切り替えリフレッシュ。前回命令拒否してずっとオフだぞ。通りかかったオスカルも軽く挨拶を交わし、仲睦まじい兄弟の姿に目を細める。アランは面倒見いいわね。隊長室に戻ると、来客中のオフさんも負けじと目を細め、鎮座する上官に笛をつかれるオスカル。先日の婚活パーティーでの非礼を浴びると、親父とは付き合い長いから気にすんなと、寛大な対応の武衛将軍。そんなことより話があると新ミッション。スペインからやってくるアルデロス公一家の警護衛兵隊に依頼。テロの標的になる可能性があるのね。しかし、王室との交流が目的なら、この絵の仕事ちゃうんかと異議申し立て、どうやら人手不足らしく、VIP の相手ができる兵隊さんはオスカルしかいないこともあり、婚活パーティーの仕返しとばかりに、無茶な仕事をゴリ押しするゴリラ。パン屋のせがれやドルオタが中心の舞台でいいのか。関連し、部下に伝達する隊長。明日早朝には立つぞと話していたら、銃を持たずに並ぶ部下を発見し分けを問う。ディアンヌ狂信者の人かしら？銃はなくした。どこでいつかも記憶にないと目が泳ぐ。国家から支給された銃を紛失したら、ただでは済まないと声を荒げるオスカルに、体罰でも懲役でもいいすと、やけくそ気味な M を君。何か隠しているわね。その時、名前は？と君の名は緊急上映。オスカルも青年の記憶がないらしく、二人仲良く健忘症と会話不成立。一ヶ月空気だった部下。青年の名はラサール・ドレッセル。明日は大事な護衛の任務。適当な理由をつけて武器庫から銃を拝借し、この件は一旦保留と後回し、明朝、アルデロス公一家と合流し、そこから部隊を再編成。護衛は副官に任せ、オスカルは遊撃隊の指揮を取りパトロールに出発。一方、テロリストのネジロ、やるなら一家全員だと、やる気満々のサンジュスト、肖像画を穴が開くほど見つめ、標的の顔を覚える大切さを部下に指導。失敗から学ぶテロの鏡。さらに衛兵隊に動詞を送り込んでいるらしく、隊長の暗殺計画も同時進行させ、二刀追い出す若きカリウド。スパイだから普段目立たないやつね。その頃、オスカル、目の前に都合よく怪しい屋敷が出現。テロリストが潜んでる可能性を考慮し、合図があるまで来なくていいと釘を刺し、アンドレとアランを引き連れ、念のため屋敷の探索に向かう。だが、命令を無視し、男が一人遅れて屋敷へと歩き出す。こいつがスパイね。探索中、近づいてくる足音が聞こえ、オスカルが振り返ると、現れたのは命令無視といえばこのメタボ。決闘したり、いじめのリーダーをやったりと、スパイとは思えない目立ち方をし、心理の裏を書く逆転の潜伏術。スパイとは思えない馴染み方。持ち場に戻れと命令されるがガン無視し、屋上で正体を表し、暗殺を試みるが連戦連敗。黒幕を聞き出そうと試みるものの、駆けつけた二人が別の塔から発砲。従順なスパイは天に召され、黒幕は不明だが弊社の治安はやや改善。暗殺失敗を察したサンジュスト。しかし、計画に中止はなく、実行するのみだと突き進む。どこかの大統領みたいね。日没。護衛対象は宿泊予定の村に無事到着。引き続きテロを警戒し、網を張り続ける衛兵隊一行。深夜、あの女はやめておけと、好きあらば忠告し始めるアランの兄貴。隊長としての手腕は評価するが、その熱心さは何かから逃げているものだと。的を射すぎて、ジャルジェケに潜伏するスパイの可能性がアランに浮上。人を見るプロ。ほらよと、中身不明のスキットルをパスするが、ダブってミエ・アンドレはキャッチに失敗。目の悪さには気づいていたと語るアランに対し、オスカルには黙っていてくれと、弱みは隠しておきたいガーディ・アンドレ。守るためにいるものね。その頃、せめて一頭は得たいサンジュストが動き出す。馬車に火矢を打ち込み、謎の科学技術で大爆発。ダイナマイト誕生の約80年前だぞ。粉塵と乾燥を気にしているのか、化粧パックのような仮面をかぶり、保湿ケアをし暗殺へ向かうサンジュスト。呼吸できてるのか？村は騒然とし、衛兵隊は消火活動に大忙し。
大爆発したのに馬車の原型がある不思議。敵の陽動だとオスカルは察知し、アルデロス校の寝室に一直線。しかし見張りはすでにやられており、ノックもせず用心に寝起きドッキリを敢行。カーテンをめくるや否や、ハローパックマン。ギリギリ間に合ったわね。作戦に中止はないと豪語していたサンジュスト。迷いなく暗殺を中止し窓から逃亡。おい、オスカルもアンドレたちと合流し、テロ軍団を馬で追跡。しかし、謎の科学技術で迎撃され、大爆発に巻き込まれ、残念ながら追跡は失敗。この日やだけでバスティーユも落とせそう。明け方、プチ核戦争で気を失った三人衆。一足早く目が覚めるアラン、将来は農業志望と朝に強い。オスカルの腕を掴み続けたまま、気を失っているアンドレを目にし、昨晩のは余計なお世話だったなと頭をかき、アンドレ、頑張れーと、友の命がけの愛に、ガニ股歩きでエールを送る。アンドレの覚悟は生半可じゃないわね。後日、あいにくの雨、吸血鬼と化した武衛将軍に任務の完了をねぎらわれる。顔色が悪すぎる。続けて憲兵隊さん提供の一品が初公開。パリの古道具屋で見つけた銃らしく、型番から B 中隊のものと鑑定済み。銃殺に処するから、直ちに持ち主を調べろと命令が下る。ラサールは銃を撃っていたのね。犯人が誰かはわかっている。が、どうしたものかとオスカルは思い悩む。しかし、後日、無情にも憲兵隊が訪れ、ラサールは連行され兵舎から姿を消す。そして、隊員をウルトは大した隊長だなと、怒りの殴り込みをするアラン。私ではないと弁明するも、親父にも殴られたことがあるニュータイプに張り出し一丁。表に出ろと連れて行き、見直しかけていたのに残念だよと吐き捨てるアラン。私を信じろと訴えるが、根底にある貴族への嫌悪のためか、たとえ友の愛する人であっても、仲間を売る奴は許せないアラン。土砂降りの中、社長が身に覚えのない取引の嫌疑で、部下に倍返しされるところで31話は終わりだぜ。それでも僕はやってない。30話は親父が目立った回だったわね。若い頃は伯爵家としての立場など、職務や世間体を気にしていただろうが、オスカルが生まれて30年以上経ち、心境の変化があっても不思議じゃないな。苦しんでいる娘を見るのは親として辛いものね。対して31話は箸休め会って感じだったわね。革命前に衛兵隊との絆を深める、そのためのエピソードがちょっと多めで、今はクライマックスに備えた準備期間って感じだな。今回は補足することも特にないぜ。サンジュストの失敗の連続を見てると、行方不明のドゲメネが懐かしくなるわ。あのおっさん本当にどこに行ったんだろうな。それで次回はどんな話？次回はラストスパート前最後の給水ポイントって感じだぜ。ゆっくりだが着実に衛兵隊との絆が深まり、平民も暴動以外の手段で立ち上がり始める。今はテロが目立っているけど、次第に公式の場で特権階級と対峙していくのね。動画でおふざけ言ってられるのもそろそろ限界だぜ。感動的なシーンに水を差すのは良くないしね。それでは、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。